こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンのクリックをぜひお願いいたします。続々とミスターオリンピア220のメンバーが集まる中、ボディビルでなんだかんだ一番注目されているのはフィル・ヒース対ブランドン・カリー。まだ終えてない仕事があると、ミスターオリンピア8度目の優勝を取りに、2018年ぶりのカムバックを果たすミスターオリンピア7連覇の元王者フィル・ヒース。そのフィル・ヒースがカムバック発表前から少し挑発し続けていたのが、2019年のミスターオリンピア現王者ブランドン・カリー。デキスター・ジャクソン引退のオリンピアステージでもあるし、フレックス・ルイスがオープンでオリンピアデビューするステージでもあるけれど、ファンが何よりも見たいのはフィルが8度目の優勝をして、オリンピア勝利数でロニー・コールマンとかリー・ヘイニーと同じ数にすることができるのか。仮にそうなったら、個人的には単独1位となる9度目を狙いに来るんじゃないかなって思ったりするんですが、そこがね、本当の意味でのアンフィニッシュドビジネスを終わらせる時なんじゃないかなって勝手に思ったりね。それかブランドン・カリーが連覇を果たし、昨年いろいろ言ってきた人たちを全員黙らせ、フィル・ヒースにも認めさせ、正真正銘誰もが認めるミスターオリンピアチャンピオンになるのか。本人はあんまり、まあその辺のことについてね、何とも思ってはいなそうなんだけど、コーチであるアブドラは、まあそうでもなくて、この人は結構ね、フィル・ヒースを煽っているっていうか、まあどの選手に対してもね、自分がコーチングしている選手のライバル的な人には煽ったりしてるんだけど、この投稿でもこれがアンフィニッシュドビジネスキラーだって、これは多分去年のブランドンのプレップ写真だと思うんだけど、ブランドンがフィルを止めるという投稿を上げていたり、昔のフィルとブランドンの写真を並べて、これを見る限りオリンピアを取るのは 99% ブランドン・カリーだと言っていたりするんだけど、個人的にやっぱり上半身の厚みとか筋肉がぎっしり詰まったような密度とかね、あとはやっぱり背中、ここはすごくブランドン・カリー強いと思うんですよ。それはほとんどの人がそう思ってると思うんだけど、そんな中やっぱり言われているのは下半身。下半身が上半身に追いついていなくて、見劣りを余計に加速させてしまっているっていうので、まあ、下半身が弱点であるということは、まあ、もちろんね、本人も自覚はしていまして、一番最新の投稿でも下半身を上半身とイコールにするくらい成長させないといけないというような文章とサイドチェストを載せていたんだけど、ちょっと待って、足太くねって。上半身はこの前アップデートしているのを動画で載せたんですけど、当たり前のようにでかいんですよね。さらに少し去年よりもでかくなったかなって感じだったわけですが、足でかくねって。コーチと共に連覇をするには下半身の強化が最優先課題っていうのは共通認識としてあったと思うんですよ。なのでかなり足トレに関してはやり込んできただろうなって思うんですけど、この写真だけで見ると少なくとも昨年より進化しましたよね。同時期ぐらいの、まあ、サイドチェストがないから比べにくいんですけど、太くはなっていると思います。あとはまあ絞っていってどう見えるか、まあ、特に後ろから見た時のハムとかね。ただ下半身が上半身と同じぐらいになればさ、まあ、かなり強い選手になることは間違いない。2連覇どころか3、4と勝ち続ける可能性も高いと思うので、まあ、ここからの減量過程にはね、要注目です。もう仮に同じぐらいじゃなくても上半身10の下半身8とかになっても、まあ、連覇する可能性はかなり高いと思うっていうぐらいの完成度になると思います。まあ、あとはコンディションが去年のアーノルドぐらいで仕上がればね、かなり本当にすごいと思う。で、フィル・ヒースがしっかりお腹周りをね、直してきて、まあ、それこそ2016年より前ぐらいの腹筋みたいになっていたら、まあ、かなり手強いと思うんですけど、まあ、それでもいい勝負になるんじゃないかなって思うんですよね。もうそういう風な仕上がりにブランドがなってきたら。で、仮に2018年とか2017年とそこまで変わらないフィルだったら、正直ブランドン・カリーが連覇する確率っていうのは、まあ、かなり高くなると思います。まあ、もちろん、あとはね、他の選手たちもいっぱいいるから、まあ、そこがどうなるのか。そして、ショーン・ローデンは出てこれるのか。ショーン・ローデンに関しては、オリンピアに出ると、まあ、去年ぐらいからずっとね、言い続けているものの、一向に裁判の結果が見えてこない。で、そもそも裁判自体が進んでいるのか。で、トレーニングは、まあ、続けてる2018年の王者なんですけど、個人的にここまで長く続いている問題が、急にあと1、2ヶ月で終わる気もしないので、今どうなってるかっていうのが全くニュースにもどこにも出てこないし、本人もまあ語らないんでね。で、今年もショーン・ローデンが戻る可能性はなので低いかもしれません。とりあえず全て無罪となってから、まず IFBB プロカードのね、更新をしないといけないんですよ。彼は IFBB プロではないんですよね、今。ということで、少しでも面白かった、ためになったと思っていただけたら高評価お願いいたします。インスタグラムもやっているんで、概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。では今日はこの辺で終わります。バイチャー。